魔法瓶。あー見たー、これは持ち込みやってませんよ。持ち込み料いただきますからね。ホットでもアイスでもうちで出すのに。そうですよ、ホット&アイス、魔法瓶ってすごいよね。ずっと魔法瓶を見て考えてたの。魔法瓶のように快適なお家があったらいいのにねって。暑い夏はアイスに、寒い冬はホットに、魔法瓶のようなお家があったらいいななんて思ってたんですよね。まあうちホットって言ってもぬるいしね、アイスって言っても冷たくないしね。そうなの、常温なんですよ、常温。全然良くないの。やっぱ快適な場所で快適なコーヒーを飲みたいじゃない。それは冬は僕は暑苦しいギャグやしね、夏はもう寒いギャグやからいいんじゃないですか。どっちみち面白くないんでしょ。魔法瓶みたいに快適なカフェにしてください。はい。あれはあれでいいと思うんですけど常温もっと美味しくなさそうだな。それだけちょっとやめてほしいです。マスターはアイスを持ってほっときましょう。わ、愛を持ってほっとこ う, いやもうそれが一番だと思います。いつもさすがやな、みなみさん。いえいえ、とんでもないです。さて、のぞみちゃんが夢見る魔法瓶のような家なんですが、それを作っている会社が本当にあるんです。今日ご紹介するビズラボでご紹介する大和重建株式会社がそうなんですけれども、一体魔法瓶のような家ってどんな家なんでしょうか。小西彩香さんがリポートしてくれました。そして、はい、その大和重建さんの魔法瓶のような家、今後どのような可能性を持っているのかとっても楽しみなんですよね。そしてその大和重建さんは単に居住性に特化しただけではなくてですね、人類の未来を見据えたある取り組みをされているんですよね。そこで今回ビズログでご紹介したいキーワードは、高性能な住宅で地球を救うです。こうご期待。はい、大和だけに地球を救ってくれる。そうださて、じゃあコマーシャルを挟んでそのビズラボからお届けしましょう。皆さんこんにちは。今日お伺いするのは近江八幡市江頭町にありますこちらのモデルハウスです。神戸市に本社を置くハウスメーカー大和重建が建設した住宅なんですが、一体どんなお家なんでしょうか。早速リポートしていきたいと思います。マイホームを持ち主婦でもあるあゆかさんにとって大和重建の家はどのように映るのでしょうか。まずは家の中の印象をリポートしてもらいます。失礼します。でこちらからがリビングになっておりまして、はい、じゃあお邪魔します。わあ、すごい、めちゃくちゃ明るいですね。すごいな、上の窓からも光が差し込んできて、はい、でも天井を高くすることによって全体的に開放感もできるので、うんうん、ちょっとキッチンは私ちゃんと見ますよあー、なるほど、ここ結構広くていいですね。あ、そうですね、動けて。わ、ちょっとなんかおしゃれな感じですね。はい、すごい落ち着いた感じで。あ、見てください、この間接照明とかもすごくおしゃれですね。あゆかさん、かなりお気に召したようですね。大和重建は住まいを通じて全国のお客様に喜んでもらえる企業になるため、資産価値の高い家づくりを追求するとともに、日本の住宅を世界基準にすることを使命としています。この世界基準とはどのようなことなのでしょうか。まあ、欧米諸外国のまあ住宅の寿命っていうのがだいたいその60年以上、まあ、長いところは100年って言われてるんですね。ただこれ日本に置き換えてみると30年ぐらいなんですよ、約。
まあ、そこでその世界との差がね、どうしても出てしまっているというところで、そのまあ住宅の寿命はなぜ短いかっていうところなんですけど、まず一つ目で言うと、例えばですね、ご自宅の窓、冬場とかですね、どうですか、そのどんな状態になってます？結露してます。あ、結露ですか。そうですよね。日本では多分それが当たり前だと思うんですね。ただ欧米諸外国はそれが決して当たり前じゃないですね。それが逆に瑕疵と言われるぐらいのレベルにされてます。なのでそこをやはり我々とするともう根本からそこを変えないといけないなと。それだけ世界との差があるというところを我々とすると、まあ、一つ一つの問題になると思いますけど、大きな問題としたら開口部の窓をまず変えないといけないというところで着目したところです。さて、お家を一通り見せていただいたんですが、はい、私ちょっと気づいたことがあるんですよ、はい、エアコンが1階に1台と、はい、2階に1台ずつしかなかったんですけど、はい、普通エアコンって一部屋に1台必要ですよね。そうですね。夏とか冬とか大丈夫なんでしょうか。ですね、実は、今おっしゃってくださったように1階と2階にそれぞれ1台ずつしかエアコンがありません、はい、で、このエアコンから出ている空気を、こういったところから、はいはいはい、吸いまして各部屋に循環させるっていう、弊社で開発させていただいたシステムを導入しているお家となっております。このシステムのことをエアフローシステムと言います。ルームエアコンの近くに設けた吸い込み口から循環ファンによりダクトを介して各部屋に空気を送り込むことで空気循環を行います。これによって家全体の温度ムラを小さくすることが可能になるのですが、その大前提として家全体が高気密・高断熱であることが求められます。特にこのお家の中でどういったところがその性能につながってるんでしょうか。ですね、まず、性能というところの一点でお家ってどのような窓を使うのかっていうのが非常に大切です。なので本来これだけ窓がたくさんあるとなかなか、エアコンが1台で空調ができるっていうのができないんですけれども、実はこの窓ガラス自体がガラスが三重の層になっているトリプルガラスっていうものを、採用しております。トリプルガラスは太陽光や紫外線の侵入を防ぎ冷暖房効果を高め、また熱伝導率の低い樹脂製フレームを採用することで冬場に外気の影響を受けて発生する結露を防ぎます。確かに冬朝起きると、はい、もう窓辺がびしょびしょになってて、はい、放っておくとかびたりしますけど、そうですね、それがないってことなんですか。一切ありません。おー、なるほど。さらに大和住建の家は天井から床まで家全体を断熱材ですっぽりと覆うことによって外からの暑さや寒さを遮断すると同時に室内の冷暖房の熱を逃さない、まるで魔法瓶のような構造としているのです。さらにさらに大和住建では電気を自給自足する生活をお客様に勧めています。それが V2H ビークルトゥーホームと呼ばれるシステムです。太陽光電池で発電した電気を昼間は家庭で使い、余った電気は電気自動車の蓄電池に蓄えます。貯めた電気は夜間や発電不足時に使います。じゃあ最近よく災害で本当に停電すること多いですけれども、はいはいはい、こうやってこう V2H の機能がついてると3日間から4日間はなんとかしのげると。そうですね、まあ、電気自動車が必須にはなってくるんですけども。なるほど、まあ、でもそういうシステムもついてるってことなんですね、はい、へー、すごい。やっぱり住宅っていうのは買って終わりじゃなしにそこで住んで、まあ家族が生活していくわけですよね。でそこには当然、まあ電気とか水道とかそういうものが必需品として必要なんですね。
でその住んでからかかってくるそういう、まあいわゆるライフコストというんですか、そういうようなものも考えた住宅を作っていくべきだと思ってたんです。草津市にある住まいのギャラリー滋賀店にやってきました。こちらでは大和住建の住宅性能がどれくらいのものなのか、さまざまな展示を通して体感できるそうなんです。では行ってみましょう。ご紹介するのは精神ダンパー体験。震度3相当の揺れとその揺れをどれだけ吸収できるのかという体験をあゆかさんにしていただきます。はい、じゃあ体感してみたいと思います。おおお、あ、すごいすごい、もうめちゃくちゃ揺れてますね。そうなんです、もうこれで大体震度3ぐらいの、震度3、はい、震度3でこんなに揺れるんですね。はい、あ、全然、全然とは、そうですね、急に揺れが止まった感じがしますね。そうですね、本当に揺れを半分にしてくれるっていうふうに思っていただければと思うんですけども、はい、先ほどものすごい揺れていたワイングラスを見ていただけると、はい、確かに全然揺れていないのが分かっていただけるかと思います。住まいのギャラリー滋賀店ではこの他にも大和住建ならではの高気密高断熱性能を肌で感じてもらって、お家選びの参考にすることができるんです。そういうことか、はい、すごい、中ですごい音が鳴ってた。いろいろな体験をさせていただいて、住宅性能がいいと、まずは省エネになってお財布に優しい、そして省エネになるっていうことは地球環境にも優しい、さらにさらにこう住んでいる私たち人間にも優しいということで、本当にいいことづくめだなというふうに思いました。万人に喜びをという経営理念を掲げ、高性能な家づくりを追求し続ける大和住建。社長の中川徹さんはどんなビジョンを描いているのでしょうか。高性能な住宅、要するに高気密高断熱な住宅、太陽光も載せたり蓄電池つけたり、まあ、先ほど言った V2H をつけたりとなると高くなります。当たり前ですよね。それをやはり一般の、まあ一般のという言い方が抽象的で申し訳ないんですけど、お客様に買っていただけるような、本当にまあお手頃に買っていただくような住宅を作るっていうのがもう一番のというか、もうずっとそれは思っているところです。やっぱそういうことをすることによって、まあ、その地域の方であったりお客様であったり、まあ、当然その生活にゆとりが出ると思うんですね。で健康にも暮らせますから、だそういう部分を住宅1個の話になるかもしれませんけど、まあ、うちで大体今、年間で約1000棟ぐらいの住宅を供給させていただいてるんですけど、まあ、1000以上ぐらいのお客様がそういった形で健康で快適に幸せに暮らしていただけるっていうのが、いわゆる手頃価格でそういう住宅を提供していくっていうのがもう今後も続く、未来永遠の、ね、ビジョンだと私は考えてます。今のところエネルギー価格が劇的に下がるっていうことは考えにくいですし、これからも続くと思えばやはりこういうお家っていうのは必要不可欠になってくるんでしょうね。はい、おっしゃる通りですよね。たった1個の住宅かもしれませんけれども、うん、その1個の住宅っていうのがですね、地球環境をまあ救うことにつながるわけじゃないですか。うん、その意味でね、お住まいの方もそうですし、それからお住まいに関わってない全ての方を幸せにされようとしてますよね。はい、すべての人が喜ぶ家っていうのはイコール地球が喜ぶ家なんでしょうね。以上ビズラボでした。ビズログです。経済に関するタイムリーなトピックスを解説コメンテーターの荻窪さんに分かりやすく教えてもらいます。さて今回は、はい、今回ご紹介したいワードはこちらです。はい、高性能な住宅で地球を救う。はい、でも、うん、住宅で地球を救うってちょっと飛んでません。もう何もね、大げさなことってお思いの方もいらっしゃるかもしれませんけど、うん、違うんですよ。これ、このことを本気で考えて、本気でプランニングして、そして本気で実践されている企業が
あるから言えるんですよ。でその企業こそまさにビズラボでご紹介した大和住建株式会社なんです、うん、なかなかでも実践するの難しいですよ。そうで、うん、そこでねこの大和住建さんがなんで高性能な住宅で地球を救うかというのをちょっと違う角度からですねご紹介したいんです、はい、それが SDGs ですね。そうきますか。この番組でも、はいはい、何度もあのご紹介しているのでご存知の方が多いと思いますが、うん、SDGs というのはですね2030年までに持続可能でより良い世界を目指すための国際的な目標のことなんですね、うんはい、その目標は全部で17個あるんですが、うん、大和住建さんはなんとですねこの17の目標のうち15の目標に取り組んで実践されてるんですよ。こんなに、うん、取り組んでない目標がないぐらいですね。これ素晴らしいのはあの冗談やっぱり人の命に関わることで真ん中、はい、経済に関わること、うん、そして最後の段ですね環境に関わること全部をですねこうまんべんなく取り組まれていて、私も17分の15、はい、初めてです見たのは。本当ですね、うん、いや本気を感じますね。はい、そうですよ、本気で取り組んでるんですよね。ではここで大和住建の家づくりに対する考え方を社長の中川徹さんにお聞きしました。ご覧ください。今の現状、例えばウクライナであったり、まあ、アフリカの、ね、ところであったりということを、我々今非常に幸せに快適に暮らしてさせていただいてますけど、まあ、そういった方たちは食べ物もなかったり暑さ寒さをしのげなかったり、まあ、そんなような状況だと思うんですね。だからそれをまあ、住宅を通じて、まあ、先ほども話しましたけど高気密高断熱住宅を作っていくことによって、まあ、それが要するに人間としてどういうんでしょう、その基本的なゆとりであったり健康であったり、まあ、笑顔であったり、そういうものが生まれるものですから、それを通じて、いい循環がどういうんですかね、世界的に持続可能になっていくことによって、そういう目の前にいらっしゃらない方たちにもそういう幸せだったり笑顔をお届けできるんじゃないかなというふうに思ってます。お話を伺ってますとね、本当に社長がおっしゃっていたように目の前の人も幸せにします、ですけども目の前にいらっしゃらない全ての方を、ね、幸せにしますというのが伝わってきますよね。はい、地球って全部つながっていますから ね、 そうですね、日本だけじゃないんですよね、はい、そういう視点って大事だと思います。そこで大和住建は4本の柱を軸として SDGs を実践されています。詳しく見ていきましょう。こちらです、はい、4つの柱です。まず1つ目、気候変動を抑えて未来の子どもたちのために地球環境を守る家づくり。じゃあどんな家がいいか。2つ目です、高気密高断熱住宅で健康快適そして安心な家づくり。安心っていいですよね。いいですね。そして3つ目です、長寿命な住宅で人にも地球にも優しい家づくり。これ大事ですよ、人にも地球にも優しいんです、ここポイント、はい、さあそして4つ目です、すべての人とともにより良い社会を目指す家づくり。どれも大事ですよね。今回番組が注目したのはこの中のですね、うん、2番目こちら、高気密高断熱住宅で健康快適そして安心な家づくりっていうですね柱なんですよね、はい、そして今回このワードを、まあ、ご紹介する前にですね、うん、こちらの本題に入る前にある注目されているデータをご紹介したいんです、はい、それがですねこちらのヒートショックが原因の年間死亡者数というものなんですね、はい、なかなかショッキングなデータにはなりますけれども、はい、こちらについて南さんから解説をいただきたいと思います、ショッキングですよね。日本では家の中の温度差、いわゆるヒートショックで亡くなる方が、ご覧ください、交通事故死亡者数のなんと5倍以上いるということが分かっているんですね。多いですね。冬場に暖房で温めたリビングから寒い廊下を通って脱衣所に行って、そしてお風呂に入る、この時何が起こるかというと心臓に負担が非常にかかるわけなんですね。で、冬だけじゃないですよ、夏場も注意していただきたいんです。熱中症の半数はなんと家の中で起こってるんです。
そうですか、もう大半がご自宅の中ってことですよね、はい、まあ、今大変な社会問題まあなってますけれども、もともとはこう住宅の問題、老朽化の問題というものが大きいんですね、はい、ただそれだけではなくて、皆さんもよくお分かりと思いますけれども、夏なんか暑くなってきたなという感じやっぱりしますよね、はい、時代の変化とともにですね、で冬はまた寒くなったなという気がするのは、やはり気候変動の問題と切っては切れない関係があるんですよね、はい、でこの社会問題によって残念なですね、悲しい夏場の事故、それから冬場のですね、事故というのがですね、起きないようにするためにも、こちらにある高気密、高断熱な住宅への取り組みというのは非常に重要なんですよね。そうですね。健康への自己努力っていうのも非常に大切なことですけど、それプラスハード面で助けてくれるんだったら、それを使わない手はないんじゃないかなと思うんですけどね。そうですよね。大和住建では高気密高断熱住宅のことを非常に分かりやすい例えで、魔法瓶のような家というふうに表現しています。まあ、要はですね、一度温めたり冷やしたりした家の空気を外に逃さない、逃しづらい構造になっているんですね。ですからどのスペースにいても快適に過ごすことができるというわけなんです。わー、幸せな日ですね。本当ですよね。さらにさらにです、この魔法瓶のような家は空調設備のパワーに頼らない家ですから、さあどうなるかと言いますと、無駄な電気代を払わなくて済む、プラスもちろんのことですよ、これは合わせて CO2 の排出量を抑えるっていうこともできるんですね。これだけじゃないですよ。さらに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 、はい、太陽光発電システムですとか蓄電池、そして、電気自動車などを活用することによって電気を自給自足する生活っていうのをお客様に勧めていらっしゃるそうなんです。まさにパーフェクト住宅ですよね。素晴らしい、はい、いや、まあこれだけ揃ってるといいなと思うんですけどもね、はい、冒頭にですね、私ビズログで今回のテーマというのが高性能な住宅で地球を救う、こちらですね、はい、と言いましたよね。まあ、その意味なんですけれども、うん、まずですね、魔法瓶のような家、これをですね、想像することが当然お住まいの方にとってですね、うん、豊かな暮らしをまあ提供する、それだけではなくて、南さんがおっしゃったように、その CO2 の排出ですとか、うん、エネルギー関連にですね、とても配慮した住宅になるわけです、うん、はい、それは地球環境にとても優しい住宅になるわけですから、うん、はい、ひいてはですね、これ間接にも直接にも地球環境を保護することにまあ影響してくるんですね、うん、ですると、これ SDGs の話でいくと、例えば飢餓、例えば貧困、そして性差別、暴力、あらゆる問題というのは全部地球環境に起因する問題だと言われますから、たった1個の住宅かもしれませんけれども、それがやはりですね、地球環境を救うことにつながっている。で、そういう意識を大和住建さんというのはずっとお持ちなんですよ。だからこそ、ね、素晴らしい経営をしているなと思いますし、これからもですね、ますます活躍していただきたいですよね。そうですね。家っていうのは、まあ、1日大きく言って一生でほとんどを過ごす場所ですから、はい、もうここらでね、省エネそして総エネについても考えてみるいい時期なのではないかと思います。以上ビズログでした。さて今日は大和住建さんの魔法瓶のような家見てきましたが、まあ、健康的で快適で経済的で地球環境にも優しい家だったらぜひぜひ住んでみたいものですが、じゃあ逆にこんな家は絶対嫌っていう家は皆さんどんなことを考えてるのかなと思って聞きたいです。のぞみさん。うわ難しいな。私お城に住んでみたくて螺旋階段があるお家憧れだったんですけど、今ちょっと腰痛がひどいんで階段がありすぎるお家はちょっと苦手かもしれないです、うん、じゃあエレベーターつけたらいいんじゃない。最高です。そうします。屋根に太陽光発電システムつけてね、自給自足で、いいですね。快適。螺旋階段もエレベーターもあるんですね、そういう場合。もうつけちゃおう。欲張り。これどうぞ。もうどうしてもね、ダメな家一つだけ言ってもいいですか、はい、真っ暗なですね、長い廊下のある家はダメなんです私。もう夜中起きれない、もうちょっと歩けない。で勘弁してほしいですね。お化けが怖い。いやーやめて。まあそれぞれですね、はい、まあ、それも嫌ですけど、寒い家は嫌だし暑い家も嫌だし、はい、なんなら隣うるさい家も嫌だし、嫌なこと言い出したら気になる。そうですね。そうですよね。お父さんも大変ですね。そうなんですよね。さあでは
ました、はい、最後によろしくお願いしますね、はい、お家とかけまして落語と解きます。その心は住んでみたら落ち着きます。落ちがつきます。落ちがよろしい、はい、私はちょっと考えてたね。そうですね、よくありませんね。いやいや、そんなことないよ、はい、我々魔法瓶のように広い心で、ね、あったかい心で、うん、はい、魔法瓶とかけまして運命の恋と解きます。何それ。その頃なかなか冷めません。わあ、そっちの方が好き、ね、私もそっちがいいです。はい、しまった。そんな声したい。また、はい、よろしくお願いします。いいですね、いいですね。どんどんハードルは上がりますけどね。頑張っていただきましょう。滋賀経済の次回もどうぞお楽しみに。